ドミトリ・オレゴビッチ・ブリキンは、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。1986年、FC ・ロコモティフ・モスクワのアカデミーでサッカーを始める。その後、PFC ・ジェスカ・モスクワなどのアカデミーを経て、1997年に、ロコモティフ・モスクワへ復帰し、プロデビューを飾る。1999年からレギュラーに定着し、2度の、 ロシアカップ制覇に貢献した。2001年から FC ディナモモスクワへ移籍。FW でありながらゴールを量産するタイプではなかったため、二桁得点は最初のシーズンのみであったが、チームの低迷もあり、監督交代が相次いながらもディナモモスクワの中心選手として4年間活躍し、その間に A 代表からも招集されるようになる。しかし、2005年に入ってから、 ロシア農業界の大富豪、アレクセイ・フェドリチェフがチームを買収し、大型補強の煽りを受け、出場機会が減少していった。その間に、アンドレイ・コベレフ監督との確執が囁かれ、ついにディナモモスクワを離れることを決意する。2007年8月28日、ドイツのバイエル・レバー空前と1年契約を結ぶ。リーグ戦ではあまりパッとしなかったが、欧州カップ戦では、 同年12月19日の FC、中立ヒ戦で2得点を挙げる活躍を見せた。その後は、RSC アンデルレヒと、ホルトゥナデュッセルドルフでは泣かずとわずだったが、2010から11、シーズンに所属したアドデンハーグではこのシーズン前までは2桁、得点がわずか1回だけだったブリーキンだったが、ここに来て突如として覚醒。アドもリーグ戦8位と大躍進し、 レギュラーシーズン終了後に5から8位間で行われる、プレイオフで見事勝ち抜き、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、出場権を獲得した。ブリキンもリーグ2位の21得点を挙げた。一度レンタル終了に伴い、保有権を持つアンデルレヒトに復帰したが、2011年8月31日、移籍期間ギリギリで、アヤックスアムステルダムへ移籍。 同じ新加入組のアイスランド機体の若手コルベーン、シグソールソンとポジションを争うことになる。2012年7月、アヤックス退団後、ルークで4グの後釜を探していた FC、トゥエンテに1年契約で、フリーで移籍。2003年9月9日のユーロ2004予選、アイルランド戦で A 代表デビュー。次節のスイス戦では、A 代表初得点を含むハットトリックを挙げ、 チームの勝利に貢献した。その後は主力に定着し、ユーロ2004のエントリーメンバーに選出。チームはグループリーグで敗退してしまったものの、消化試合であったギリシャ戦ではゴールを挙げ、参戦全敗の危機を救った。しかし、2004年10月13日に行われた 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、ポルトガル戦を最後に、 歴史的惨敗の先犯の一人として扱われ、この試合を最後に招集されなくなった。ディミトリ・アレゲビッチ・ブライキン、ゴールズ・イン・インターナショナル・マッチャス、ザレック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http://www.rsssf.com スラッシュミスレーニアススラッシュ b u l y k i n i n t l g h t m l u e f a c o m 当演て fw ブリキンを獲得2012年7月22日閲覧ありがとうございます